MC 社長のカスタムカー TV ですね。ポルシェケイマンエアサスペンションのですね取り付けをちょっとリポートしてみたいと思います。デーモン小暮さんでございます。まだ入って2ヶ月ですけど字切れてないけど地獄からやってきました。あのキャラがブレてますけど声もちょっとお願いしてもいいですか。いや出ませんね。まだ切り途中なんですけど、はい、デーモン小暮やってみてください。カッターで入れるときはどんなあの掛け声が必要なの。チュルルルルルチュチュルルルルルルチュルルルルルチュルルル切りチュルリッターとは髪を剥がして一気にドンといきます。はい、じゃあそれではですね、さっき、上から木の上から生地を貼るっていうね作業を始めると言ってましたけど、ちょっと進みましたんでね、過程を追っていきたいと思います。こんな感じ。もうあの余分なところカットしてね。そうですね、はい、巻きつけちゃって、これ裏側ね、これ裏側です。そうですね、はい、でこの結構縁も綺麗にチュロロロって切ったね、これね。そうですね、まあ自分どんな風に切ったのこれ。まあ自分の指で、まあ、ガイドを当てながらそのままスーッてチュロロロっていう、あそうですね、こうガイド当てながら、まあ、ここ大事なんですけど、チュルルルルルと言いながらやりましたね。ここの真ん中はこれから巻きつけていきます。よし、じゃあこのね作業風景を見てみましょう。でそうですね、このまま行こうとしちゃうとどうしても巻けないのでちょっと切っちゃいます。お、なるほど。全体一体声がないよ。あ、チュル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 ルルチュルルルルチュルルルル。そもそもこれチュルルって何なんだろうね。何ですかね。何だろうね。いや、ニュアンスで生きてんだから俺なんて。そうですね、楽しく行きましょうよ。行きましょう。どうせ大変な仕事なんだったら楽しくやった方がいいじゃない。そうですね、ね、こうあらかた切ったら、はい、まあ、平らなところから自分の場合はちょっといってみますね。おー、どこの平らな、ちょっと引っ張りながらね、引っ張り気味でいくね。なるほど。絵的にちょっと地味だね。地味。楽しくやってほしいな。なんかじゃあ好きな歌何？好きな歌手は誰？好きな歌手、うん、好きな歌手は、まあ、女性のこの間サザンって言ってなかった。あ、サザン、まあ、よくサザンオールスターズ。サザン歌いながら行こうか。歌います。ララ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 ラ手止めるだけ叩いてダメや。ダメです。楽しくね、ない、いいじゃないですか。おビューって引っ張りながらですね。そうですね、ここは引っ張らないと。あ、ここ重要です。ここ重要ですね、まあ、ハウトゥー動画じゃねえからね、別にあれだけど、お客さんがこれやるわけじゃないからね。でも中にはいるから自分でやってみたいな。そうですね、でプロの技を惜しげもなく公開的な。ここがこっち行かないなと思ったらまた切っちゃいます、ね、また切っちゃう。はい、こんな感じ。よいしょよいしょ、こういう感じで。いいですね。よいしょーっとね、いい感じ。これで周りが腫れましたので、はい、ちょっと見た目があんまり良くないので余分なとこ切っちゃいます。はい、せーの、チュルルルルル。お、だんだん痛み出てきましたね、チュルルルもね、うん、チュルラーなんですか。チュルラーですね。チュルラーなの、うん、チュルル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 。キャラが安定しないけどね。そうですね、まだちょっとまあそもそもチュルルルドのキャラがないですからね、安定しませんよね。そうですね、普段言ってないですもんね。はい、おー、裏側見てもね、綺麗ですね。そうですね、で、表はどうだ。おー、綺麗綺麗。ちょっと汚れちゃってるので。全然いいですよ。角っこもちゃんと綺麗に貼れてますか。
そうですね、まあ、見てもらって、ね、あ、本当だ、すごい綺麗。この辺とかたるんでないね、全然ピタッといってる、うん、さすがですね。まあ、さっきみたいに面取りするとこういうちょっとおしゃれだ ね、 おしゃれだね、ちょっとね、はい、面が1個落ちてる感じですね。スタンダードな感じ、かっこいいです。ちょっと膨らんでた。あ、大丈夫、治りました。あ、治療だ。はい、オッケー。ちょっとこれダスターでフフって。そうですね。はい、あ、俺やるよ。あ、お願いします。じゃあ、ちょっと持ってます。はい。じゃあ、どんちゃん、これ持って。はい。じゃあ、お願いします。はい。もうちょっと顔に寄せてもらえる？あ、はい。うん、ちょっといいですか、あの、ここ違うんだよ。ここ違う、ここゴミじゃない、ゴミじゃない、ゴミじゃない、汚れてなかったの。そうです、大丈夫、じゃあ分かりました、ごめん、はい、あの、すいません、すいません、ゴミじゃないです、ゴミじゃない、ゴミじゃないです。飛んでったらいいと思ったの。違う、あ、そうです、ね、違う、逆に入っちゃって、じゃああと自分でやってくれる。あ、分かりました。はい、じゃあ皆さんね、この職人さんの技術ね、すごいですね、どんちゃん。はい、とりあえずこのカバー、あの、車に乗っけてみましょうかね、一回ね。はい、はい、行きましょう。お、乗せる瞬間です。まず、まあ、仮合わせ的なね、まあ、そうです。あ、ここにも指定作ったんですか、これ。そうですね、スマホでね、まだちょっとここから穴開けるんで、穴開けるのね、とりあえずね、ま、ちょっと見てください。はい、おー、正面からじゃあ。なるほどね。って感じですね。はい。あ、ここちょっとゴミついてるね。はい。ちょっとダスター持ってきて、ダスター。あ、やってきますよ。やってきます。やってきます。ここなんかアクリル貼るの？そんなことない。これは、このまま終わり。今回は、このまま、このままね。ボケた状態で。オッケーオッケー。これでタンクとかもね、見れるしね。まあ、放熱の、あれもね、熱も逃げるね。結構熱も乗るので。なるほど。板でもいいけどね。結構見るとかっこいいね。はい。まあ、お客様の予算に合わせていろいろ加工できます。まあ、アクリル貼ったり LED、 これも LED 仕込むの？そうですね、せっかくキラキラしてるので。なるほど、ガラス用かと。わかりました。そんな、まあ、造作はあのジェットスロークのお家芸ですからね。はい、落とすだけじゃなくて見せるエアサスですね、やっていきたいと思います。じゃ あ、 あの引き続き作業の方お願いします。はい、わかりました。はい、それではですね、先ほどどんちゃんが、木にカーペットのね、生地を貼ってましたけども、それが終了したみたいなので、車に装着してるところをちょっとリポートしてみたいと思います。お、どうでしょうか。はい、こちら見てみましょう。おー、かっこいいね。先ほどのええやん、全部組み込んだ状態で。なるほど。あ、なるほどね。さっきのこれエンブレムっぽい形のところはこれの、ね、これトランスフォーマー？これは水抜きのやつかな？そうですね、確認窓があるので、一応あとは干渉がありそうだったので、はい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 、はい、はい、はい。この隙間からね、確認 見れるってことね。そうですね。なるほどね。どうせ抜くなら、エンブレムと同じ形で抜いでしょう。なるほど。どうせ抜くなら。どうせ抜くなら。いいですね、キャッチコピーが。どうせ抜くなら。そうですね、同じ手間かけるなら、なるほど。なるほど、なるほど。それで LED かなんかを、そうですね、今回もキラキラしたものが中に入ってるのでそれを照らしてしまおうということ。なるほど。このエアフォースさんの今回エアサスですけども、タンクもメッキだしね、ステンかな、そうです、ね、はい、コンプレッサーもなんかメッキ処理してありますんで、このキラキラな感じのやつを LED でちょっと点灯しちゃおうかなみたいな感じだ ね。配線も終わってんの？配線終わってまして、で、うん、今回使わせてもらってるのが、まあ、よくありがちなもう白とか青とかっていうんではなく、今回、あえての電球色。あえての電球色。なるほど。ホワイトってことですね。そうですね。淡い、薄いホワイトっていうか、オレンジ。はいはいはい、なるほど。ちなみに、どんちゃんはあれですけど、どうですか？白ギャルと黒ギャル、どっちが好きですか？あー、僕は白ですね。白ギャルですね。はい、じゃあ、これ白ギャル仕様にしましょう。ですね、美白白ギャル仕様。美白白ギャル仕様ですね。はい、やっぱ仕事楽しい方がいいからね。そうですね。じゃあ美白白ギャル仕様の LED ライトを点灯しましょう。はい。はい。準備はいいですか。いきます。3秒前。2、1、9。おお。はい。きょうちゃんからすごい入りました。綺麗だね。すごい綺麗、中が見える。うん。
かっこいいかっこいい。いい感じ。これトランク開けたらこんななってたら結構びっくりするよね。そうですね。これはちょっと見せたい感じ。アクリル越しとかもいいけど、なんもないのもかっこいいね。かっこいいかっこいい。いいじゃんいいじゃん。もう、すっきりしてて。はい、じゃあ消してみましょう。消します。はい。まあこんな感じね。そうですね。なるほどなるほど。もう一回。はい、つけます。いいじゃん。美白白ギャル仕様のエアサスカスタム事例ですね。そうですね。お客さんに怒られちゃうよ。そうなるほど。ありがとうございます。はい、でこれから何するのかな？これから今はまあ仮でちょっとバッテリーでつながしてもらったんですけど、これからちゃんと配線つないで、うん。配線つないでね。あとはもう機能するように、あとはエアモデのチェックとかを。はいはいはい。わかりました。じゃあ次の工程で実際のこのエアフォースさんの上げ下げも。そうですね、動画でね、はい、見たいかなって思います。はい、はい、どんちゃんありがとう。はい、はい、それでは皆さん、やっとですねこのポルシェケイマンがなんと完成したみたいです。はい、なので、ちょっとですね見てみたいと思いますが、その前に、我らがですねジェットスロークユーロサイド、ユーロサイドっていうのは輸入車のカスタムチャンネルですねの、方をですね切り盛りしてる我らが小田切部長を呼んでみたいと思います。どうぞ小田切部長の登場です。こんにちは。来ました。ね、ほらどうでしょう、はい、この顔の大きさ、ね、ビッグフェイスでございます。はい、顔の大きさがすめずれ、ね、見事なまでのね、はいはい、ちょたまにね車乗るときにはたまにじゃ毎回か車乗るときにはだいたいこの屋根にバカンって頭をぶつけながら入りますからね。ぶつけながらこうやって乗ってきますからね、こいつがね。すごいな。はい、小田切部長、ちょっと、はい、このケイマンのですね仕様をちょっとカメラに向かって説明お願いします。はい、じゃあこのケイマンはですね、まずオールペンがしてあります。で、プラス、タンデムのフルエアロキットですね、オーバーフェンダーも含めて。そしてエアなんデムタンデムタンデムの、エアロキットが組んであるのと、はい、あとエアサスが、組んでありますね。はい、オールペイントをしてあるのか、ね、なんという色ですかこれは。これなんか昔の純正色なんです。ちょっと映って、あらスペックオタクのですね我らがその欧州車の辞典とも呼んでいる小田切部長がこのカラーナンバーネームなんだっけ、出てこないんですか。出てこないんですよ。あらー、こういうの言われるの一番嫌いなタイプですからね。なるほど。まあまあ綺麗な色ですよね、でもね、うん、ちょっとじゃあ一周どうですかカメラさん。はい、はい、全体をちょっとね見てもらいましたけども、じゃ早速今回のですねエアサスペンションの、施工をですね担当した、のどんちゃんをね呼んでみたいと思います。どんちゃんどうぞ。どん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 ちゃん、どんちゃん登場。早速出来上がったねこのボンネットの中を見させてもらってもよろしいですか。はい、いきますよ。32、1、じゃーんと、おー、かっこいいですね。ね、このカバーもね、前回作ってるところ見させてもらいましたけど、ワンオフでね、はい、造形をして、まあ、全部肩から作ってね。はい、でしかも、ネジもかっこいいですね、これね。真鍮のマイナスネジ。見てみて、これ、こだわりポイント。真鍮のマイナスネジね。はい、なかなか国内にもあんま売ってないんですよ、これ、本当はね。真鍮のマイナスネジ。はい、かっこいいの使ってます。見えるね。で中は照明が入ってまして、ちょっと上げまた照明の点灯してみましょうか。点灯というか消したりつけたりしてみましょうかね。あ、ずっとスキッパ、あ、ずっとスキッパ仕様です。はい、これはねスキッパっつってね、スキッパですからね。これはね消したりはしない。そうですね、はい、一緒にやってみましょう。せーの、スキッパっつってね。
小田切部長、小田切部長これ大事やね、やってるけど3人でやるもうネタに走る、はい、LED 照明はスキッパーっつってしょうもはい、そんな感じでございます。じゃあ早速この上げ作業もね、見てみる。はい、じゃあ小田切部長ここからですね、今ここ上げ作業しますから、あの君も念力でね、やってみましょう。ここからこうやって上がろうってやってください。はいはい、どうぞ、大丈夫と。いや、もう今上がっちゃってるんで。上がっちゃってるんで。下がれ。下げるときは、下げるときはじゃあね、こんな感じですね。こんな感じにしましょう。で、上がるときは、上がるときは、いいか、早く下げさせて、上がるときもこうやってやりましょう。はい、じゃあ行きましょう。はい、下げ足足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 足こっちないんだ。じゃあ、はい、3人で。そう関係ない。せーの。じゃあ、分かった。お前だけ。待って、下がるときは。上がるときは。まだ。食べまえ。はい。下げね。2、はい、1、9! もうちゃんとやれよ、お前は。やってますよ。あ、かっこいいね。メタメタ。ファンデムのフェンダーかっこいいね。はい、じゃあ上げます。小田切部長、はい、足、せーの。はい、帰って帰って。もっともっともっと、もっと足、もっと足、もっと足。ちゃんとやれよ、お前。ダッシュでこうやってやんだよ。はい、バンバン。甘えるとまたお客さんに呼ばれちゃうからね。俺の車で遊びすぎだよ社長っつってね、見てお客さんも楽しんでまいりたいだからね。こんな感じで上げたりできます。はい、今回はあのエアフォースさんですね。エアフォースさん、はい、上げ下げのスピードもね今すごく速くていいですね。で、あの車高を落とすだけじゃなくて、ちゃんと見せるエアサス、見せて楽しむエアサスですね。楽しむのは、あの、ショップ側も楽しんでますからね。え、なんでカメラからあのフレームアウトしてんねん。楽しむね。はい。あと、お客さんから、承諾得てますから。得てませんか？ここまでは言ってない。これから得ます。大丈夫。分かっていただきます。はい。なんで、こんな感じで楽しく毎日カスタムしながらですね、こんなかっこいいカスタムカーに囲まれて仕事してますから、充実した毎日でございますね。楽しいです。楽しい。小田切部長楽しい。はい。じゃあはい、3秒前に地球。できないんだって。できないんだ。どっか全部入ってるんですか、それとも。できない。いいよ、おかしい。はい、じゃあカメラマンの前の皆さん、これやってみて、これ。できるでしょ、普通に。もういいよ、このネタ。はい、そんな感じで、エアサスペンションの、施工上げ下げと、そしてですね、ボンネットルームの、まあ、ちょっと今回はライトなコースね、どっちかですね、はい、ライトなメニューの方の、見せるテクニックというか、インストールでしたね。はい、また楽しいカスタム風景をお届けしたいと思います。それでは、ジェットスローク MC 社長のカスタムカー TV、 また見てねー。じゃねー。